はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。 DNF デュエル、フーズネクストっていうか DNF デュエルかな。これパッケージ版が出てるんだけど、でこれ PS4、PS5 版が先に出ていて、で今回スイッチ版が出るんですけど、これちょっとね扱いがよくわかんないんですよね。あのアークさんが出してるっぽいんだけど、ただ多分これもともと海外とのこう提携でやってるみたいで、アークさんのサイトにないんですよね、情報がほとんど。ということでね、今回は任天堂のねサイトからちょっと情報をお借りしました。はい。まあ格闘ゲームですね。はい。まあ、でちょっと内容的なところをいくと、医師の種が新しい挑戦者を連れてきた、究極の格闘アクションがここで蘇る。世界で最も人気があり幅広くプレイされている RPG の一つアラド戦記が 2.5D アクション格闘ゲームになって帰ってきた。それぞれ固有のスキルと固有個性を持つ16の魅力的なキャラクターから選択してプレイしよう。相手を出し抜き、より優れた技で、倒し、あるいは徹底的にやり込めて極意の達人となれ、ということで、これはモード機能、まあいろいろ書いてあるんですけども、それはいいんだけども、でもここの絵的にもね、ちょっとあんま格闘っていうよりはなんかちょっと演出部分の絵ばっかりでね、とりあえず戦ってる雰囲気がよく味わえないっていう感じもするかもしれません。で、お気に入りの DNF キャラクターを間近で体験。DNF デュエルでは、正統派 RPG アラド戦記の象徴的なクラスが完璧に解釈し直された。狡猾なレンジャーによる電光石火の、華麗な射撃技であれ、強戦士バーサーカーのとどまるところの知らない生まれ持った力でありあれ、それぞれのキャラクターを象徴する特性の強化およびリメイクが行われている。合計16人の個性的なプレイヤブルキャラクター、バーサーカー、ストライカー、グラップラー、異端審問官、ドラゴンナイト、レンジャー、ヒットマン、クノイチ、エンチャントレス、バンガード、ストフトマスター、ケンティかな、トラブルシュータークルセイダーランチャー、そしてアンロック可能な隠しキャラクター。まあまあだからこれはまあアラド戦記のキャラクターがまあゲーム化されて、ゲームでは 2.5D 格闘になっていて、でちょっと演出部分はアニメとしてのもう少しこういろいろとあるのかな。まあなんだろうな、アークさんだからギルティギアとか結構、まあブレイブルーもそうなんだけど、アニメーションアドベンチャーねところで結構アニメーション見せてたりするじゃないですか。だからで戦闘シーンでもちょっとアニメが入ったりするじゃないです か, だからああいうところのノリがあってアークさんが作ってるんだろうなっていう感じがしますよね。はい。まあ全部読まなくていいや。はい。なんで PS4、PS5 が先行して出てるから、わざわざスイッチで今すから買わなくても、まあもう、まあ、選択肢はあるってところだと思うんですよ。で格闘ゲームだとどっちかというと PS4、PS5 の方が向いてるような気がするんですけど、どうしてもスイッチ版遊びたいんだったら、まあこれでもいいのかなっていう感じが個人的にはします。はい。まあ、どっちがいい悪いは分かんないけどね、まあそういう一応 PS4、PS5 でも出てるよってことはね、一応記憶に留めておいてください。はい。ということで、これが、6800円ですね。2023年4月20日発売で6800円、税抜き6800円となっています。税込みだと7480円かな。はい。